中島健人平野市陽末光警察が放送する美脇店に女性視聴者メロメロ、メロメロ。視聴率低下も脱ぎ、シーンで釘付けに日本テレビ系列のドラマ、末光警察ミッドナイトランナーが7月11日に放送された第3話で中島健人と平野市陽の美しい脇が話題となり、女性視聴者の注目を浴びています。 一方で、初回からの視聴率の低下が懸念されています。この記事では、ドラマの魅力と視聴率の動向に焦点を当てつつ、ファンの反応や今後の展望について探ります。第3話の衝撃的なシーン。末光警察ミッドナイトランナーの第3話では主人公たちが誘拐組織に立ち向かう壮絶なストーリーが展開されました。しかし、 特に話題となったのは、中島健人と平野潮が釣り上げられるシーンでの姿勢です。ジャニーズファンの中には、このシーンでの上半身裸に脇毛が全開となっており、たまらない、という声が広がっています。視聴率のスリート不安の声。一方で、初回から第3話までの視聴率は11.2%、9.0%。 8.4%と低下しています。この低迷した数字に対して一部の視聴者からは不安の声も上がっています。しかし日本テレビ関係者によれば脚本の変更は難しいとしつつも脱ぎシーンを増やして視聴者を釘付けにするかが鍵との見解も示されています。ファンの熱狂と SNS 上の反応。 末光警察のファンは第三話中にも SNS へで二人の脱ぎシーンに興奮し熱狂の声を上げていました。血管が浮き出ていたり、ケント君のメガネコレクションが楽しみだといったコメントが見られ、特に脇毛に関するコメントも多く寄せられています。これらの反応は俳優たちの魅力が視聴者にしっかりと伝わっていることを示唆しています。今後の展望。 末光警察ミッドナイトランナーは今後も中島健人と平野耀の魅力を最大限に引き出すことが期待されます。脚本の進展や新たなストーリー展開に加えて、二人の俳優としての表現力が視聴者を引き込む要素となりそうです。ファンはこれからも、二人の萌えシーンに期待を寄せていることでしょう。 末光警察ミッドナイトランナー、話題3話での衝撃的なシーンが話題となり特に中島健人と平野耀の脱ぎシーンが視聴者の注目を浴びました。一方で視聴率の低下が懸念されていますが、脱ぎシーンを増やすことで視聴者を引きつける戦略が検討されています。 今後の展望には期待が寄せられており、ファンの期待が高まっていることが SNS 上の反応からも伺えます。中島健人と平野仕様の魅力が存分に発揮されることで、ドラマの視聴率向上に寄与することでしょう。